無投票当選。無投票当選とは、選挙において、立候補の届け出者数が定数を超えなかった場合に、投票が行われずに、いわば不戦勝で候補者が当選する状態を指す。日本の公職選挙法では、立候補者数が定数以下である場合は、投票を行わずに立候補者が当選となる。民間の団体の相談内市代議員選挙や役員選挙等においては、 選挙で行うとととと規定していてていいい。も、もね無投票ななるることが通例となっている場合も多い一方、アメリカ合衆国では州ごとに制度の詳細が異なるものの立候補者数が定数以下でも投票用紙に候補の選択肢が存在し、形式上は無投票とはならないことが一般的である。通常、当該投票項目に関しては、 集計を行わずに当選が宣言される。なお、アメリカの選挙では、連邦議会議員から地域の図書館役員に至るまでの多数の選挙が、一続きの投票用紙でまとめて行われことが多い。ため、すべての投票項目において、定数以下の立候補者しかいないことは、あまりない。また、投票用紙に印刷されている候補者以外の、投票先を辞書できるの選択肢が設けられることもあり。 その場合は別の人物が当選する可能性が残されている。かつてのロシアでは立候補者数が定数以下であるか否かを問わず候補者が一人でもいればすべての候補者に反対という投票項目が設けられ信任投票となる制度があったが廃止された。選挙を実際に行っていないため本当に民意が反映されていると言えるのか疑問視する声もある。 インドネシアではスハルトが1968年から1998年にかけて大統領に多選、7選を重ねた際も当時の国政の最高意思決定機関である国民協議会インドネシア語、MPR ではスハルトを選出する際に投票は行わず無投票かつ万丈一致の拍手によって選出していた。またシンガポールでは国会の選挙において現在も 無投票で決まる選挙区が多く人民行動等によるヘゲモニー正当性を支える装置として機能している。このように無投票は制度上は民主主義であっても実際には自由、自由権や市民権が制限されているような権威主義的な非自由主義的民主主義の現れと考えられることが多い。また不正選挙やゲリマンダーの結果である場合もある。 公職選挙法第100条で無投票当選を規定している。公職選挙法第151条の2、第171条の規定により、無投票当選となった場合は、政権放送や選挙広報配布は行われない。地方自治法第84条では、地方自治体におけるリコールは、通常の選挙による当選の場合は選挙後1年間はリコールが、 できないという規定があるが、地方自治法第84条正しがき規定により、無投票当選の合わせは当選翌日からでも、会食請求が可能である。なお、衆議院議員総選挙と同時に行われる、最高裁判所裁判官国民審査については、最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても、 審査対象の裁判官考れは行うことが規定されている。無投票当選となる主な場合として、地方の県議選や市町村長選などで現職に対する有力なライバル候補が不在という場合を中心に起こっている。まれに2007年の高松市長選のように、新人候補しか出馬せず無投票となったケースもある。また、 小規模な町村においては集落ごとに事前に候補者調整が行われることにより結果として無投票となることも多い。ある程度の得票が見込まれる新人が立候補の動きを見せても現職が事前に立候補を抑え込んでしまう事例もある。直近の都道府県議選では47都道府県で無投票当選が全くなかったのは2017年京都議会議員選挙。 2015年の第18回統一地方選挙に組み込まれた大阪府議会議員選挙、山口県議会議員選挙の3都府県だけであった。その一方で、ライフワーク的に無投票阻止を叫び、進出規模的に出馬する政治運動家、例、辻山清田島忠臣、影山次郎が活動する地域では無投票当選は起こらないが、 極端な無風選挙が連続することとなり、有権者の士気はさほど上がらない。都道府県知事選挙や衆議院、参議院の選挙区では、ほぼ全ての選挙内市選挙区に日本共産党が候補を擁立しているため、無投票となることは、ごく稀である。戦後の国政選挙では、1947年参議院、通常選挙の岐阜県選挙区で起こった、ただし、 1> 第1回の全員選出の選挙であるため、1位当選と2位当選で、任期が6年と3年と異なり、どちらを1位候補とするかで抽選が行われ、1位が伊藤治で2位が渡辺仁吉になった。また1951年5月21日を投票日に指定した参議院愛媛県選挙区の補欠選挙で起こり、玉柳実が当選となった。衆議院選挙では、 戦前の1944年12月に佐賀2区の補欠選挙で起こり、堀茂が当選した例が最後であり、戦後は衆議院選挙で無投票の例はない。2009年の第45回総選挙では共産党が大幅に候補を減らして、共産空白区が増える中で自由民主党を離党した渡辺義美の土地に3区で、 自民党が代わりの候補を擁立できず、民主党など他の有力政党もの浮並み擁立を見送った。しかし、初参戦の幸福実現党が候補を立てたため、戦後初の無投票当選は起こらなかった。都道府県知事選における無投票当選は、民選となった戦後では20例ある。なおこの中で、滋賀県知事の竹村正義と高知県知事の尾崎。 マサオと山形県知事の吉村美恵子の3人は連続で無投票当選している。政令指定市長選挙では2011年の浜松市長選挙が唯一の無投票当選の事例である。有権者が最も多い無投票当選は1976年の埼玉県知事選挙で起こった現職の旗が蟹選で有権者数が約300万人。 長期にわたって無投票当選となる要因は小規模な自治体で起こるケースが多い。公的な調査実施、結果は不明であるが、報道などから判明している長期にわたる無投票当選は以下の通り、地方議会議員選挙では多人数の無投票当選が発生することがある。選挙に関してではないが、類似したケースとして、スポーツの世界においても、 選手やチームの数が勝者の枠、通常は一者だが、一例としては、サッカーの FIFA フフワールドカップ、予選など、複数の勝者を押す場合もあるを超えないため無競争で、勝者が出る場合がある。これを不戦勝という、英語におけるウォーコバーは、不戦勝と無投票当選の双方で使われる概念である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。